総裁選の決戦の日を迎えた今朝、いよいよ今日最終日を迎えまして投開票の日となりました。私にとりましてはまだ、選挙戦ただ真っただ中という思いで、あります。女性議員が、このリーダーであります、総理大臣、この道をある意味では切り開いていくと、私自身道なき道を、切り開いてきたというふうに思っておりまして、この目標を達成する最後の活動を脇目も振らずに一位先進の思いで進んでいきたいというふうに思っております。最後まで支持を集めるために動くと話した上川陽子外務大臣。12日の告示以降、全国各地で演説会や討論会が開かれ、支持を訴えてきました。日本初の女性総理として皆さんと一緒に新しい日本の景色を作っていきたい。県内では告示前から自民党県連の有志の会が立ち上げられるなど支援が広がりました。今朝、上川大臣は地元への感謝も口にしました。地域の中のどなたがとか、そういう顔がよく見えますので、そういう方たちの応援をいただいてここまで来たということを私自身本当に感謝しております。また今回出馬にあたっては推薦人20人のうち麻生派が9人となりました。その麻生派を率いる麻生副総裁が高市氏を支持し、1回目から高市氏に投票するよう麻生派に伝えたという報道がされたことについては、そのようなニュースがあったことは承知をしておりますけれども、私自身1回目のとにかく戦い、これが勝負でありますので、それに向かって全力を込めて、全身全霊を込めて動いていくのみということです。その後昼には、上川氏を支える議員チーム陽子と決起集会を開きました。ここまで来たね、本当に。決戦直前の昼食、支持する議員たちの結束を確かめ合いました。メニューは縁起を担いでカツカレー。チーム陽子として先生方に支えていただき、また引っ張っていただき、外遊中はこの中での空白を埋めるから、もうどんどん行ってこいと、完全なる勝利を目指して最後までよろしくお願い申し上げます。午後1時前、投票が始まる前に自民党本部に集まった議員らにこんな説明が。総裁選挙は非常に厳粛な場でございますので、携帯電話、スマートフォン等のご使用は禁止とさせていただきます。議員個人の判断で投票先を決めてもらうための異例のルールが設けられました。午後1時過ぎ、議員投票がスタート。続々と投票が進む中、候補者本人も。上川陽子君、1回目の投票はおよそ30分で終了。議員票、党員票の行方は。開票の結果、1位が高市で181票、2位が石破氏で154票、3位が小泉氏で136票となりました。議員票を最も集めたのは小泉氏でしたが、党員票で2人に差をつけられました。上川大臣は40票で全体で7位、内訳は議員票が23票、党員票が17票でした。4位が林氏、5位が小林氏になるなど、全体はこちらの順位になり、高市と石破氏による決選投票となりました。決選投票前に2人に演説の機会が与えられました。国民を信じる自由民主党でなければなりません。国民の皆様方はなお自民党を信じていないかもしれない。しかしながら私は国民を信じて逃げることなく正面から語る自由民主党を作ってまいります。いろんなものから命を守れる日本列島を一緒に作って次の世代に受け渡していこうじゃないですか。それが
今の時代を、人時代を預かっている私たちの責任でございます。注目の決選投票の結果は、合計は高市早苗君194票、石破茂君215票であります。石破茂君をもって当選者と決しました。高市氏に21票の差をつけて石破氏が自民党新総裁に当選しました。新総裁誕生後、票を投じた県内選出議員に受け止めを聞きました。自民党県連の会長を務め、今回の総裁選では上川氏を推薦人となって支援した井林衆院議員は、まず決まった以上はね、しっかりとした総裁の下でみんなで一致団結していくということが何よりも重要だと思ってます。はい。何か期待することありますでしょうか。石破さんの場合は地方から日本を立て直すということを明言されていた特徴的な候補だというふうに思いますので、静岡にも地方部非常に多くありますので、地域の活性化、地方創生、非常に期待していきたいと思っております。また来る解散総選挙についてはなるべく早く国民に信を問うべきだとコメントしました。県連としても、特に新人の支部長さんがいらっしゃる3区8区を重点的な選挙区として取り組んでいきたい。でまた他の選挙区もですね、構図が変わっている選挙区、特に静岡の場合は立憲民主党と共産党さんの選挙協力が随分進んでいるやに今のところ見受けられますので、そういう共産党と組む立憲を許すのかどうかということもしっかり国民の皆さんに審判を取っていきたいと思っています。はい。また同じく上川大臣を支えた深澤衆院議員は、特に国民を思う、世界のその情勢を思う、訴えが本当に、なんていうんですかね、総裁選出たからこそ、自分の中が全て出たんじゃないかなというふうに感じました。一方、選挙戦を制した石破元幹事長の推薦人細野衆院議員は、外交安保は保守、そして内政はリベラルというのが私の立ち位置ですので、そこが一致をしているというのが一番大きいですね。であとは今非常に内政も外交も本当に難しい局面ですので、石破さんは総理になるべくもう十数年準備してきてますのでね、その備えができている人ということで、私なりに一生懸命応援させていただきました。